あんなに恐ろしい事件が起きたというのに、この夢は今も秩序を保って動いているのか。調和のファミリーを除いて、ここまで巨大な建築物を維持できる勢力は他にいないだろうな。ファミリー自体も巨大で完璧な建築物と言えるだろう。ファミリーのメンバーたちは自分を身体のピースの一つだと考えている。唯一の子は共通の理想を囲むように集まり、その指揮に従いそれぞれの役割を忠実に果たす。面白い例え方だ。それこそがピノコニーの美しい夢が長く存続している根本的な理由なのかもしれないな。だが人間の体には終わりがある。それは神の体も変わらない。巡回レンジャーの言葉とは思えないな。事実を指摘しているだけだ。ベルトさんなら私よりもその意味を理解していると思うが。どうしてそんなことを言うんだ。美しい夢は崩れつつある。しかしそれは特定のアイオンや派閥、あるいは特定の客人のせいではない。その崩壊は人間のある種の性質によって必然的に起きているんだ。そしてそのことを認めようとしないファミリーの姿勢が無意識のうちにそれを加速させてしまっている。何の代償も苦痛もない安楽と快楽だけの無境に精神を浸らせていると、人は徐々に絵師に近づいていく。自分では極楽の中で生きていると思っていても、死は決して変えられない結末だ。しかもその絵師は伝播していく。一つのピースの異変がやがて建築物全体を揺るがすまでになり、破壊を呼び崩壊させる。最後は人々が自由のために作った美しい夢がかえって自分たちを閉じ込める檻になる。今回の旅ではかなりの収穫があったんだろう。俺に話してくれないか。もちろん。まあ私が覚えていることが前提条件になるが。ただの癖だから気にしないでくれ。過去にあった出来事のせいで私は少し忘れっぽくなってしまってな。この刀を鞘から抜いている時だけそのおぼろげな光景が鮮明になるんだ。なるほど。君の好きにするといい。これで十分だ。ピノコニーで起きたことは全てはっきりと覚えている。何でも聞いてくれ。黎明の時、そこには無境の基盤を加工するための超過工場があると聞く。無境の華やかさの裏には創造の工場がある。労働者たちは日々夢の中で不思議な品を作り出しては現実に戻って、豪華な客室とはかけ離れた寝床で休息をとっているんだ。だが彼らはそれで十分だと言っている。不思議な夢こそが最高の報酬なのだと。私はそこで一人の少女に出会った。彼女は成人したばかりで、本来なら美しい夢を存分に楽しむ年頃だ。そして彼女の最大の願いは、いつか黄金の時に移り住み、自分の手で織ったきらびやかな服を見ることだった。だが、ある理由によって彼女の願いを叶えることは難しくなってしまった。それでも私は何とかして彼女に服を届けたんだ。緊迫の時、そこは
ピノコニーの貨幣の中心だと聞いている。ああ、緊迫の時は要塞のような金融街で無境の経済の心臓だ。ルーサン家のピピシ人たちがその運営を担い、貨幣という血液を巨人ピノコニーの各所に送り届けている。あそこでは誰もが立派な装いをしていて足早に歩いていた。地元のピピシ人たちは自分たちの子孫が緊迫の時で働くことを何よりも願っているんだ。他人と話をしようとする人には出会わなかったな。だから私は交差点に立ち、ただ人々が鋼鉄のジャングルを風のように通り抜けていく様子を見ていることしかできなかった。彼らは稼いだルーサン兵を銀行の金庫に入れるためだけにそうしていたんだ。その金庫を彼らが再び開けるかどうかはわからない。そういえば緊迫の時を去る前、身なりの整ったピピチ人が空から落ちてくるところを見たんだが、それでも周囲の人々は彼のそばを通り過ぎていくだけだった。ブルーの時はとてもロマンチックだと聞いたことがある。君が見てきたことを教えてくれ。ベルトさんも聞いたことがあるかもしれないが、あそこはトワイライト号という大型船が夢の海に停泊していて、歌と踊りが絶えない場所だ。私はそこで何年も前に去った夫の帰りを港で待ち続けている老婦人に出会った。湿った海風に吹かれながら彼女は自分の青春について語ってくれた。富とチャンスを求めてピノコニーに来た多くの人々のように、彼の意識は夢の海の底に消えてしまったそうだ。やがて小舟で沖に出て話を続けようと提案され、私は彼女と一緒に船に乗り込んだ。だが彼女は口を開くことなく、ただ海と空が交わる水平線をぼんやりと見つめているだけだった。結局私たちはそのまま砂浜に戻ったんだ。流行、贅沢、消費主義の無境、黄昏の時、俺の仲間もそこを訪れた。なら夢を実現するため、あるいはすでに夢を実現した人々がそこで金を湯水のように使い、全てをかけるところを見たはずだ。あそこではあらゆるものに値段がつけられ、全てが売買されている。夢そのものすらも。私はそこで自分自身を競売品にしている一人のオムニックに出会った。誰かが競り落とせば、定められた期間と規則の下で彼は買い手のあらゆる指示に従う絶対的な所有物となる。そのオムニックは合計12回競り落とされ、私は彼の13回目のオークションに参加した。それは私が見た中で最も盛り上がった回だったが、もう彼に目を向ける者はいなかった。そしてそのオークションで彼は落札されなかった。これが私のこの旅の浅い見聞だ。以前ある人に言われたことがある。ピノコニーは昔はこうではなかった、ピノコニーがこんな風であってはならないと。私は宴の星の現実と無境を歩き、何度も明ける闇夜を見た。人々のために時が止まり、精神の豊かさと貧しさもそれぞれの尺度で永遠にとどまっている様を。だから美しい夢の崩壊は必然だと思う。
もしかしたらその全てを変える方法があるかもしれない。そうかもしれないな。だがもしこれが人々の望む世界であり、生命体が眠りにつく理由なのだとしたら、私たちはそれを変えるべきなのだろうか。ヨミさん、今度は俺が話をしよう。俺の故郷に一人の男がいてな、世界が癒えない傷に苦しんでいた時、彼はある決断を下した。世界中の人々の夢を紡ぎ、それらの夢を互いにつなげ合わせ、自ら背負うことで一人の巨人、精神のアダムを作り出したんだ。その後、その巨人は天と地の間に立ち、世界全体の存続の柱となった。だがその代償として、前に進むことが難しい人、前に進めない人は永遠に未来を失うことになってしまった。彼らは災いも苦痛もない夢の中で眠り、男が創造した理想郷で安らかな生涯を送った。そして精神のアダムは、人々の目覚めたくないという願望によって不滅の存在となった。だが今あなたはここに立っている。つまりその男は失敗したということだ。人は常に未来に向かって進み続けなければならない。人間の弱さが人々の歩みを止めることもあるかもしれないが、本当に前に進めなくなった時、人間は必ず自分自身を救おうとする。そしてその男も決して失敗したわけじゃない。彼はその世界の全ての人々と同じように、人間の可能性を心に刻んだんだ。彼は神話における太陽を追うものだ。天に向かって飛び落ちることで最終的な勝利を迎える。彼は太陽の前にたどり着くためだけに空高く登っていった。そこは誰も到達したことのない場所だ。太陽に近づきすぎた彼はそこで溶けて海に落ちるが、その後は無数の人々が彼の体を越え、より高い空へと飛び立っていく。七死人の開拓の精神にふさわしいな。ありがとう、ベルトさん。おかげであなたが何を確認したいのかが分かった。宇宙には似て非なる世界が無数に存在している。そしてその世界には似て非なる人々も無数に存在する。私も旅をしている時、異なる世界で姿の似た旧友に出会い、彼らの運命が既視感のある軌跡をたどっていくところを見たことがある。だからこそあなたに伝えよう。完全に同じではないが、あなたが描いた物語は私の過去と重なるものがある。そしてその底の見えない夢の中で、私はその男の命を終わらせた。私はあなたの知っている人ではない。故郷もあなたたちの世界のように幸運ではなかった。それは残念だ。いや、あなたの疑念を晴らせるならそれで構わない。だがそれでも聞かせてほしい。ヨミさん、純種の表彰の下で君を導いてきたのはどんな力なんだ。ベルトさん、その質問に答える前にさっきの話を続けてもいいか。あなたの比喩が気に入った。確かに鳥は生まれつき飛ぶことができるが、遠い昔彼らの祖先は
地上から空を見上げることしかできなかった。彼らは遥か遠く天の外から届く光が雲を貫き大地を照らす様を見ていた。そして鳥たちは何度も何度も何世代にもわたり翼を広げ空高く舞い上がり太陽に触れようとした。なぜならでは、そうして最後の鳥がついに空に舞い上がった時、光の果てにあるのが太陽ではなく光を吸い込むブラックホールだったことに気づいたとしたら、なぜ私たちは光に向かって飛ぶのだろう。